の元素生命は一人ぼっちでここまで来てずっと長い間過ごしてたってことか。そしたら他の個体と同じようにとっくに刺激になってるんじゃないのか。ここだからこそあれの力を借りてその結末を回避できているかもしれないわ。あれはアビスに対抗する道具で、遥か昔テイワットの亀裂を修復したの。テイワットに属さぬ力を浄化して安定させる力を持っているのよ。その光に照らされた禁忌の知識は別の形となってここで永久に保存される。ええ、まるで石鹸が水に濡れて作った泡のようにね。また変な比喩だけど、なんとなくわかる気がするぞ。草の王は、つまり世界の滅亡は巨大な釘の力によって変化させられ、神殿の中へと隠されているとおっしゃりたいのですね。ええ、近くにあるはずよ。近づいてみましょう。周りの沈殿を取り除かないといけないみたいね。あなたたちならできるでしょ。おう、流明石で沈殿の湧き出し口を照らしてやればいいんだな。騒乱の憩い、見切りました。結霜せよ。私の元素力を使えば追い払えるはずよ。でもこの方法だけが正気なのよ。食べ人。いいえ、あなたの判断を信じるわ。私もちょっと軽率だった。他の方法を考えてみましょう。この前言ってたよな、あれに含まれてる元素力はあいつらのと同じだって。あれの力を使うの？でも草の王がためらっていらっしゃいます。私もです。本当の使い道が分かる前に使ってしまうことには大きなリスクが伴います。分からない、あれもダメこれもダメ、命を救う大事。気持ちは分かります。でもこれが故郷に帰る唯一の道なのですから、慎重にしなければ。大丈夫よ、喧嘩しないで。消費する元素力については何とかするから。ということで旅人に任せてもいいかしら。私が知る限りあなたは禁忌の知識に対して
不思議な体勢を持っているわ。無理するなよ、おいら心配だぞ。無理。草の王、そしてあなたたちは。わしはどれくらい待っておったんだろうか。よかった、助かったみたいだ。草の王が自ら見つけてくれた。ということは世界の滅亡はもう終わったのか。また小さくなられたのだな。ごめんなさい、そのあたりの記憶は頼りなくて。あなたのことはもう覚えていないの。うん、そうだな。その頼りなき部分のためにわしは存在するのだ。世界の滅亡は徹底的に排除され、それに関連する記憶は不安定な状態となる。そうあなたはおっしゃった。その後も我々一族との約束を覚えていられるかどうかはあなたにも保証できないと。だがあなたは決して約束をたがえないお方だ。あなたのお覚悟に比べればわしの犠牲なぞ取るに足らん。これがあなたとの約束だったの？そうだ、あなたはご自身のお力でわしをお守りくださった。でなければここで生きながらえることはできなかったはずだ。しかし実を言えばもう耐えられん。もっと自分は強いと思っていたのだが。世界の滅亡の力を前にすれば誰だって無力さを感じずにはいられないでしょう。比較的安定した記憶を保つためにわしは世界の滅亡の力を別の形に変換しなければならんかった。そのようなことは本来天から降ってきた巨大な釘にしかできぬことだ。その道を選んだわしは同時に草の王に救われる機会を失ってしまった。わしのことは重要ではない。草の王、本題に入ろう。ご覧の通りわしはもう長くは持たない。ごめんなさい。わかったわ、ありがとう。ところであなたはこれが何かわかるかしら。これは火種だ。僧侶を救うのに必要なものだ。状態も悪くなさそうで本当に良かった。これは当初草の王と我々一族が一緒に作ったもので、僧侶のオアシスの心の作動方法を模倣している。僧侶は世界の滅亡によって長い間苦しめられてきた。その力はあまり残っていない。だが火種を使いそのオアシスの心を再び活性化させれば自己回復できるはずだ。そして我々の故郷も元通りになる。オアシスの心はアペプの力の源なのでしょうね。なるほど、道理でこの結晶で直せたわけだ。これがこいつの使い道なんだな。何？わしを救うために火種を使ったのか？そうだぞ。それがどうかしたか？それは、いや、あなたたちの責任ではない。あなたたちは事情を知らなかったのだからな。火種とは濃度の極めて高い元素力を小さな塊に凝縮させたものだ。それは強く脆い存在形態が不安定なものだから、不慮の事故を避けるためにも、もう二度と使わないでくれ。私が作ったからには、責任もちゃんと負うわ。心配しないでちょうだい。うん、
火種は僧侶を癒す以外にもオアシスの心と共鳴することもできる。つまりあなたたちは火種の導きを頼りに僧侶の在りかを見つけられるはずだ。さあ行きなさい。ことは一刻を争う。君は？わしのことはいいから早く故郷に帰りなさい。みんな一緒に帰りましょう。あなただって例外じゃありませんよ。さっきも言ったはずだ。草の王に救われる機会はとっくに失った。草の王、会いに来てくれてありがとう。僧侶を救うと言ってくれてありがとう。おかげで我々一族の過去は守られ、我々一族の未来も続いていく。この子たちが帰れるだけでわしは満足だ。おい、ちょっと待てよ。あいつ神霊になったのか。もう一度流明石を使っていただけませんか。あの子の元素力を感じるのです。お願いします。一番帰郷するべきなのはあの子です。それがあの子の叱るべき結末です。これがあの子の残した小さな光。感じます。あの子の知識と感情、全ては元素本来の姿に戻り、他の家族たちと一体になりました。悲しまないでください。みんな、あの子の願いは叶いました。今はとても幸せなはずですよ。見た目は重要じゃない。そうよね。ええ、見た目は重要じゃありません。故郷が救われ、家族が再会する、それが何よりも重要です。帰ろう、故郷に。故郷に。近くよ。ついてきて。もうそう遠くはないはず。